1993年オフに FA 制度が導入されてからというもの、大物選手は FA で移籍することが多くなっている。しかし、プロ野球史を振り返ると、ストーブリーグを沸かせる大物選手による大型トレードがたくさんあった。空白の1日から生まれた江川卓と小林茂の電撃トレードや、ロッテ落合博満を獲得するために、中日ドラゴンズが4人の選手を放出した4対1のトレードなど、衝撃を与えたトレードは永遠に語り継がれる。そんなトレード移籍の歴史の中で、一方の球団が大損をしてしまったことで有名なトレード移籍があった。2001年、横浜ベイスターズの春敏夫と、中日ドラゴンズの種田仁、山田博士の1対2の交換トレードが決まった。春敏夫は大谷高等学校から社会人野球の熊谷組へ入部。1992年の第63回都市対抗野球大会で準優勝。翌年も都市対抗野球大会に出場して最優秀選手賞を獲得し、プロ注目の選手となり、翌年の1993年に横浜ベイスターズを逆指名し、ドラフト2位で入団。入団初年度は内野手として登録され、シーズン中盤からレギュラーに定着すると、2年目のシーズンとなる1995年には外野手として自身初の規定打席に到達。上位打線を担い、打率3割を超える活躍を見せた。1998年にはマシンガン打線と呼ばれる重量打線の中で2番に固定され、横浜ベイスターズ38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献した。当時2番打者といえば、つなぐバッティングや送りバントを多用する中、バントをしない攻撃的な2番打者として活躍したが、2001年に就任した新指揮官森正明は、バイプレイヤー的な存在の内野手と先発中継ぎの両方ができる投手を求めており、中日の星野仙一監督に無理を承知で直談判。春と引き換えに種田と山田を獲得し、異例のシーズン中の同一リーグ間でのトレードが実現した。なお、このトレードはシーズン途中での年俸1億円選手の初のトレード例となった。攻撃的な2番打者として横浜のマシンガン打線を支えた1億円プレイヤー春と塩と入れ替わる形で横浜に加入した種田仁と山田博士とは一体どのような選手だったのだろうか。種田仁、1989年度、ドラフト会議にて中日ドラゴンズが指名したい選手が残っていなかったため、プロ入り拒否を表明していた種田を6位として強行指名。結局、契約金は上位指名選手並みの4500万円。背番号は一桁の0を与えられるなど高く評価され、専修大学進学内定を辞退して入団した。1989年のドラフト会議の目玉選手は、投手は野茂英雄、野手は元木大輔だった。当時、中日ドラゴンズのスカウト担当をしていた中田宗男に対して種田は、なんで元木が1位で僕が6位なんですか、理由を教えてくださいと文句をつけたようで、中田は種田のこの発言に闘争心はプロ向きだと確信したという。入団初年度こそ8試合の出場にとどまったが、2年目の1991年にはセカンドとして107試合に出場。1992、1993年はショートにコンバートされ、レギュラーとして多くの試合に出場したが、1994年に怪我などの影響で不調に陥り、出場機会が激減。その後も2番手、3番手の選手としての起用が続いたが、2000年にフォームを改造。バッターボックス内で左足を大きく開いて腰を落とし、左足のかかとを上げる打法はガニ股打法と呼ばれ、種田の代名詞ともなった。この構えは打席に入ると左肩が内側に入りすぎる悪癖を矯正するために種田が自ら開発したもので、この打法により際どいコースも見極められるようになったという。ガニ股打法を習得した種田は、代打で11打席連続出塁という日本記録を樹立する。規定打席には満たなかったものの、102試合に出場し、打率3割1分4厘、7本塁打、31打点を記録して、カムバック賞を受賞した。
山田博史。大垣工業高校から社会人野球の日本通運名古屋に入ると、都市対抗野球へチームを18年ぶりの出場に貢献。1994年、中日ドラゴンズを逆指名し、同年のドラフト2位で入団。1997年8月19日の対広島東洋カープ戦で初登板。同年8月22日の対阪神タイガース戦で初勝利を挙げたものの、1998年オフには右肘を手術し、翌年の前半はリハビリに費やした。その後、中日ドラゴンズで一軍登板することはなく、2001年に種田と共にトレード移籍で横浜ベイスターズに移籍することとなった。2001年のシーズン中に実現した俊足高打の攻撃的バッター、春敏夫と、ガニ股打法、種田仁、右肘に爆弾を抱えた山田博史の1対2のトレード。当時は横浜が損するトレードだと考えられていた。しかし、実際のところは中日が大損をしてしまう形となったわけで、特に明暗を分けたのが春と種田だった。1998年の横浜ベイスターズの日本一に貢献し、1億円プレイヤーとして中日ドラゴンズに入団した春だが、移籍初年度の2001年は8月16日の読売ジャイアンツ戦で移籍後初本塁打となる代打満塁本塁打を放つ活躍があったものの、故障の影響で打率2割4分、1本塁打、20打点と成績は低迷。さらには星野から変わった監督の山田久志とも反りが合わず苦戦を強いられた。2002年シーズンは39試合の出場にとどまり、打率は2割1分8厘を記録。低迷を続ける春は、このまま沈んでしまう、と悲嘆に暮れていた。そんな春に手を差し伸べたのが、ロッテのヘッドコーチに就任した、高城信弘だった。同シーズンのオフには、酒井忠春とのトレードで、千葉ロッテマリーンズへ移籍することが発表された。ロッテには、横浜時代のチームメイトだった、井上純奈が在籍。ロッテには必要としてくれる人がいて、気心知れた仲間もいる。どこかで横浜の優勝を引きずっていた。でも、ロッテに来て全てが吹っ切れた、と復活を誓った。しかし、ロッテ移籍後も横浜時代の輝きを取り戻すことはできなかった。2003年のオープン戦で披露されたマリーンズ応援団が作成した自分への応援歌に激怒。同様、春が来たの替え歌を応援歌にされたことを馬鹿にされていると感じたことから激怒したとされている。結局最後まで復調することはなく、2004年オフに戦力外通告を受け、現役を引退した。春はロッテ時代を中日で死んでいた2年間に比べて、ロッテでは生きている実感があった、と振り返った。この発言からも、中日での2年間は、春にとって苦行となっていたことがわかる。一方の種田はというと、移籍初年度となった2001年には横浜で98試合に出場。打率2割7分8厘を記録し、主にセカンドとして出場しながらも、必要とあればファースト、サード、ショート、さらには外野まで守り、ユーティリティな選手として重宝された。2002年には前年より出場機会を増やし、116試合に出場。1993年以来となる規定打席に到達すると、2004年シーズンからレギュラーに定着。セカンドとサードを主に守った2004年は、自身初の打率3割を記録し、1993年ぶりのオールスター出場。2005年には145試合に出場し、キャリアハイの打率3割1分を記録。年俸は大台の1億円を軽く突破し、推定1億2500万となった。プライベートでは、明石家さんま司会で過去に放送されていた恋のから騒ぎで出演していた大崎さとみと結婚。順風満帆なプロ野球選手生活を送った。多くのポジションを守れるユーティリティ性と高いミート力に目が行きがちだが、野球解説者の高木豊は、種田の走塁について高く評価。高木が過去に対峙した選手で走塁が上手い選手を問われた際に、元読売ジャイアンツの元木大輔と種田の名前を挙げた。二人とも同じ上宮高校出身。
おそらく高校時代にそういった走塁の意識を持たせるような指導を受けていたんだと思います。元木にしても種田にしても野球をよく知っているなと現役時代に対戦しながら思っていましたと話し、続けて私が2001年に横浜でコーチを務めていた時に種田と一緒だったんですが、彼はコーチのいらない走者でした。私もサードコーチャーをやっている時にやっぱりこいつはうまいなと何度も思わされましたよと話した。盗塁数こそ多くない種田だったが、数字に残らない野球のうまさでチームに貢献していた。キャリアハイを記録した2005年の翌年からは肘の故障の影響で出場機会を減らし、さらにその翌年にはジャイアンツから移籍してきた西俊久にスタメンを奪われ、同シーズンのオフに戦力外通告を受け、埼玉西武ライオンズへ移籍したものの出場することなく現役を引退した。種田と共に移籍した山田博史も横浜に移籍した後は出場機会を増やし、2003、2004年シーズンは中継ぎとして20試合以上に出場し、2005年シーズン終了を前に現役を引退。引退後は古巣中日ドラゴンズに打撃投手として復帰した。トレード移籍後、春が活躍できなかったことに対して、種田はキャリアハイをマークし、横浜に得をもたらしたが、引退後の両者の立場は逆転し、さらに対照的となった。春は現役引退後、野球解説者を経て、2006年から、古巣横浜の一軍外野守備、走塁コーチに就任。2007年からは、一軍打撃コーチに配置転換されたが、2009年に一軍外野守備走塁コーチに復帰した。その後、2010年に再び一軍打撃コーチに配置転換となった。その後も配置こそ転々としたが、2013年にチーム状況の認識をめぐって池田純球団社長と口論になったことが原因で退団するまで横浜のコーチとして在籍。翌年の2014年からは谷繁元信政権の中日ドラゴンズで一軍外野守備走塁打撃コーチに就任。その後打撃コーチに配置転換となり、中日ドラゴンズでも一軍打撃コーチと二軍打撃コーチを行き来したが、2022年まで中日ドラゴンズのコーチとして在籍。2022年6月12日の北海道日本ハムファイターズ戦では、5回の攻撃に備えた円陣で、ねえ覚ませ、もっとお前らいつまで甘えてやってんねん野球、その気でやらんかいアホと劇を飛ばしたことが話題となった。2022年シーズンをもって中日ドラゴンズを退団することとなったが、2023年からはオリックスバファローズの育成チーフコーチを務めることが発表された。横浜コーチ時代の球団社長との口論や円陣での劇、さらには2018年にファンとネット越しに怒鳴り合いをしたことから、たびたびトラブルメーカーと呼ばれる春だが、2006年から現在に至るまで途切れることなく指導者として活動していることからも、球界からの指導者としての評価が高いことが伺える。では続いて種田の引退後について振り返る。引退直後の2009年は春と同じく野球解説者として活躍。2010年は韓国プロ野球のサムスンライオンズ打撃コーチを務め、同年11月に東北楽天ゴールデンイーグルス2軍内野守備走塁コーチに就任した。2011年5月15日、1軍内野守備コーチに移動。2012年は2軍内野守備走塁コーチに復帰する予定だったが、同年1月に種田本人の申し出により退団した。その後の種田は趣味のギャンブルで大負けを繰り返したことや、離婚した元嫁への慰謝料、野球選手引退後の税金などで負債が膨らみ、2016年に自己破産。さらに同年11月には岩手県内で免許停止期間中に無免許運転とスピード違反の道路交通法違反で逮捕された。ガニ股打法で一世を風靡した種田の逮捕は野球ファンに衝撃を与えた。現役時代トレード移籍後に明暗を分けた春と種田が引退後のキャリアを逆転させるとは誰も予想できなかっただろう。2001年に実現した中日ドラゴンズの大損トレードから21年が経った2022年オフ、中日ドラゴンズはまたしてもトレード移籍で野球ファンに衝撃を与えることとなった。チームの主力選手である阿部俊樹を楽天ゴールデンイーグルスの涌井秀明と、
選手会長の京田陽太を横浜 DeNA ベイスターズの砂田良樹とそれぞれトレード。打力に難があるとされているチーム事情の中で、ビシエドに次いで打線に貢献している阿部の放出については、特に議論を呼んだ。阿部と入れ替わる形で加入した涌井は、ベテランの域に入っている。経験豊富な涌井が中日ドラゴンズにもたらすのは、多くの勝利なのか。はたまた、2001年の大損トレードの再現となってしまうのだろうか。中日ファンのみならず、野球ファンの注目が集まる。